どうも、シャウトログの秋元です。今日の動画はですね、ラジエーター、まあ、ウォータースプレー動画を見てもらったと思うんですけど、ラジエーターがまあ冷えないと、水拭いてないと冷えないっていうことで、まあ、ラジエーター死んでんじゃないのと、いろいろ調べたら、まあ、アルミラジエーター自体、まあ、7年ぐらいが寿命だっていうことなんで、僕が使ってるやつは、2年前にヤフオクで中古で5000円ぐらい買ったアルミニスワイドラジエーターなので、まあ、これが原因なのかなと思って、今日はちょっと違うのに変えて、まあ、どれだけ違うのかっていうのを動画にしたいと思います。で、こちらが今使ってる、ヤフオクの中古で5000円の、アルミラジエーター、ですね。で、電ファンは、1ロカリストの、純正電ファンを2機掛けで使って出ます。今エンジンが温まったので、水温が大体80度ぐらいで、オイルが70度ぐらいで安定してますね。で、これがまあ実際どう変わるかでまあ見ていきたいと思います。ラジエーターのコアの温度、表面温度ですね、は非接触の温度計で測ってみて、どれぐらい放電してるのかっていうのを、調べてみたいと思います。端っこで69度、真ん中で70度ぐらい、こっちのは48度しか来てないですね。そう、46度。はい、ラジエーター外れました。今まで使ってたラジエーターなんですけど、見た目そんな汚くないかなっていうところですね。もうちょっとね、こういうところにタイヤカス詰まったりはしてるんですけど、まあ、見た感じね、そんなに、まあ、劣化してるかなっていうところは見受けられないのかなと思います。で、まあ、コアの中なんですけど、ちょっとね映んないんですけど、まあ比較的綺麗だと思います。汚れで詰まってるってことはないのかなって思いますね。はい、じゃあこちらがね、今回付け替えるラジエーターですね。HTA さんのエボルベアルミニウムラジエーターってことで、まあ中身ちょっと話してみますね。こんな感じのラジエーターですね。よいしょ。裏面見ると、まあ、水温センサーの穴が1個開いてるのと、これも温度センサー、純正の温度センサー付けがなんですね。大きく違うのがコアの厚さが、コアが 57mm、 これが今までのやつですね。今までのが 40mm。 今回なんで HPI 選んだかっていうと、まあ、一番の理由がここなんですよね。紅葉とか、まあまあ、さっきの中華製のパクリだと思うんですけど、ああいうやつってここが狭くなってるじゃないですか。で、これって同じ 水量稼いでるんで、まあ、均等に流れてるんじゃないかなっていうのがあって、まあ、これにしました。HPI のラジエーターにちょっとそのまま電ファンつけようと思ったんですけど、なんかね、中華製と違って穴の位置がだいぶ違うので、ちょっとステーを作りたいと思います。
一応着きました。で、ラジエーターがまあ大きくなったことによって、電ファンとね、エンジンのクリアランスなんですけど、こんなぐらいですね。このぐらい。で、まあ、一番接触するだろうとこも買わせてます。ベルト関係も、まあ、当たらないので問題ないと思います。一応作ったステですね。こんな感じで。伸ばしてます。ラジエーター液はケミテックの PG55RC っていうのを入れてます。青色してるんですよね、こういう綺麗な青、うん、PG55 のこの注意点なんですけど、水で割っちゃうと意味がなくなっちゃうので、全量これに入れ替えて使うタイプですね。昔の古いラジエーター液が残ってもダメだし、水が残っててもダメなんで、一回全部抜いた後に、純水なんかで洗浄して、これを入れてもらうっていうタイプですね。アイドリングの温度上がりましたね。